人生に解放の瞬間を、コメスクニコのミュージカルインザライフ。夢は自分で作り出せ、誰もそんなこと教えてくれないけど、1週間ぶりです。コメスクニコです。皆さんお元気ですか？今日は8月1日日曜日のミュージカルインザライフ、もう8月になってしまいましたね。8月といえばもう台風と、まあ、今年はオリンピックかなと、もう残もう猛暑みたいな時期なんですけれども、皆さん日射病とか熱中症とかなってないでしょうか？もう最近は室内でも30度近くなることが多いらしくて、本当に水分補給はしっかりやってくださいって、なんかもう政府が言うみたいな感じなので、もう皆さんも夏バテとか熱中症には気をつけてください。それではコメスクニコのミュージカルインザライフ、本日も約30分間どうぞお付き合いください。コメスクニコのミュージカルインザライフ、この番組はミュージカルという芝居、歌、ダンスが融合した総合舞台芸術について、沖縄で役者として活動するパーソナリティコメスクニコが紹介、発信していく番組です。改めましてこんばんは、コメスクニコです。宵の訪れを惜しむ日曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか？ということで、本日は8月1日日曜日のミュージカルインザライフですけれども、そう、つい先日、まあそうですね、この放送がされる頃にはちょうど1週間前かな、まあ、これと収録しているのが7月の28日なんですけれども、まあ、応援されるのは8月1日って考えると、つい先日7月25日にライオットキングミュージカル、ザ・ライオットキングがやっと、本当にやっと無事上演されたということで、もうあのちょっと前日当日1日あとくらいはもう、あのツイッターの知ってる方々の名前がすごいザバーってライオットキングの話題出て上がって、すごい、なんだろう、もう羅列くらいの勢いで出てきてたんですけれども、なんかやっぱりとってもいい作品だったらしいです、なぜだったらしいかっていうと、ちょっと私7月25日まあ、結論簡潔に言うと、ちょっと行けなかったんですね、まあ、諸事情がありまして行けなくなってしまって、もうちょっと本当に泣きそうに なりながら諦め、もうせめて配信はと思って、配信チケットをもう10分前ぐらいに買ったんですけれども、そう、無事、まあ、公演は終了したということなんですけれども、なんとライオットキング配信もされるんですね。で、この配信される期間が8月1日、ちょうど今日から8月8日の23時59分までとのことなんですよ。私最初、リアルタイムで見たかったんだけど、なんで1週間も空けるのかなって思ってたんですけど、よくよく考えたら、あ、編集かみたいな思って、そりゃあそうだよなって、もう素のものを出すの
ってもう相当カメラが何台もあるとか、もう何回もテクニカルリハーサルとかをやって万全な感じ状態じゃないとちょっと厳しいなって思ったら、あ、それそうだよなって思ったんですけど、だから、うん、8月だからあと今日、まあ、収録してる日に日から言うとあと4日後かなに8月1日から配信になるので、それを見て楽しもうと思います。はい、でそうだから、あのもし見逃したとか、ああ行けなかったっていう方がいらっしゃいましたら、その配信チケットを購入するページがあるんですよ。 SNS、Twitter とかから、多分ホームページもあるのかな、 Twitter から飛べ探したら、あの配信オンライン配信チケットっていうのがあると思うの でこれ1枚1000円だったんですね。だから、あの、まあ、手数料とかちょっと別途若干かかるみたいなかもしれないんですけど、もう1000円でもうライオットキングを見れるので、ぜひぜひ皆さんも購入して見てみてください。やっぱりなんかコロナがやっぱりこのライ、流行っている中、ライオットキングをやる作品ミュージカルっていうのは特に結構人キャストが多かったりもするので、それをやる実行するっていうのが本当にどれだけ大変だったかっていうのを想像すると本当にすごいなと思って、よくもう本当にスタッフの皆さんもキャストの皆さんもやりきったなって思ったんですけど、本当に3度目の正直で、もうなんだろう、この本当は1年半前くらいにやるはずだったものが、もうコロナウイルスの蔓延というのがあって、もう伸びに伸びて本当に3度目の正直みたいな感じだったので、すごいもう感、まだ見てないんですけど私は感慨深いものがあるなって思うし、あの多分映像でその作品を見たら余計思うんだろうなって思って、で多分あとこの上演から配信が1週間伸びるっていうのが、あのツイッターでもちょっと軽く触れてたんですけど、この見た人があのリピーターみたいな感じでもう一度映像でも見たいっていう方が結構配信チケットを買ってる方が多いらしくて、それで嬉しいですみたいなのをちょっとツイッターで見かけたんですけど、公式の方のツイッターで言ってたんですけど、だからやっぱりあ面白かったんだなって思って、生で見たかったなって思ったんですけど、まあそこはねもうしょうがないなと思って、本当におとなしくあと4日待とうと思います。だから、まあ、このラジオが放送されている頃にはもうきっと解禁されていると思いますので、ぜひぜひ聞いている皆さんは1000円なので、あのなんだっけ、夏目漱石じゃなくて、そう野口英世さん1人分だけなんで、ちょっと頑張ってこうギュッて財布を絞って1000円出して見てみてください。多分とっても面白いと思います。作品の内容自体もすごい、あのリーフレットを見ただけでも面白いなって思う作品だったので、見てみてきっと損はないと思いますきっとそうちょっと言い切れないところが私の弱さでもあるんですけど、面白い作品だと思いますので、ぜひぜひ見てみてください。はい、やだ、そんなライオットキング8月1日から8月8日まで1週間、これ何回でも視聴可能らしくて、でお金の払い方とかもクレジット決済とかコンビニ決済とかいろいろ、私がやった時もいろいろあったので、まああの結構こういう何だろう、配信チケットって今まで見たオンラインのものは
クレジット決済が割と多かったんですけど、コンビニ決済とかだったらなんかね、あのちょっとクレジット使うの怖いなみたいな人もコンビニでこの手続きをして、コンビニでベーってなんかこういう紙みたいな手続きの用紙みたいなのを出してもらったら現金で払えるのでぜひぜひ見たいっていう方は本当に小学生でも中学生でも高校生でも大人でも大学生も社会人も見れると思うので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。はい、それではライオットキングの、まあ、配信のオンラインの映像の紹介をしたところで前半は終わりたいと思います。78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。それでは後半に行きたいと思います。前半は先日公演されたミュージカルライオットキングの配信、オンライン配信が8月1日本日より、なんていうの解禁されるということでぜひ見てくださいっていうのを、まあご紹介したんですけれども、あ、さっきちょっとだけ言い忘れてたのがありまして、このオンラインチケット、その8月1日から8月8日まで見られる1枚1000円のとてもとてもリーズナブルなとてもありがたい財布に優しい作品なんですけれども、これ購入が多分今からでもできる、8月7日の19時まではオンライン配信チケット買えるみたいなんですね。で7日土曜日の19時まではチケット購入が可能で、で翌8日日曜日の本当にギリギリまで23時59分までは何度でも視聴ができるということですので、ぜひぜひ見てくださいということでした。はい、なのでぜひぜひ見てください。そしてなんかちょっと感動したとか、なんかちょっとうお何かメッセージ言いたいとかがあれば、ツイッターとかの方でぜひぜひなんかパッてやったら、とてもキャストの皆さんもスタッフの皆さんも関係者の方々みんな喜ばれると思うので、なんならこの見に行った方々皆さん全員喜ばると思うので、感動した人はもう漏れなく喜ぶと思うんで、ぜひぜひ県外の方とかも、本当に沖縄に住んでる方だけじゃなくて、もうなんなら北海道とか東京とか四国九州中国地方東北いろんな近畿とかいろんなところでも見れるっていうのがオンライン配信のとてもメリットだと思うので、ぜひぜひ見てみてください。はい、本当にライオットキングはご紹介は本当にこれで終わりです。で改めまして、後半は何を喋ろうかと思って、実は何も決めてないんですよだからそうだな、そうさっきですね、こう新しく買った携帯電話の iPhone12 のなんだっけプロを私買ったんですけれども、カメラの画質にちょっとホイホイされてしまいましてとっても綺麗だということで、でもちょっと大きすぎるのは使いなんていうの持ち運びしにくいなっていうことで iPhone12 の12のプロを買ったんですけれども、
これ私はあの携帯電話の会社を au にしているんですけれども、なんかうん、それはあんまり関係ないのかな。これあの iPhone 12から 5G がからじゃないけど、うん、まあ11からかな。で12にするときも 5G が使えるよみたいな感じだったんですけれども、あの確かにすごい早いんですよ 5G。 あちなみにこれ私が新しく買った携帯 iPhone 12なんですけれども、あのいろいろ4色くらい、何色だったか忘れたんですけど、あってホワイトとブラックとなんかで、私はそのすごい見比べてどうしようかなと思ったんですけど、なんかちょっと藍色じゃないな、なんかなんていうのかな、ちょっとマリンブルーみたいな深い場所、少し中くらいの深い場所のマリンブルーみたいな、なんだったかな、ネーミング忘れちゃったんですけど、ちょっと青みがかったグレーみたいなのが、この色いいなと思って買ったんですけれども、っていうちょっと余談を挟みまして、でこれ 5G っていうのが、確かに話を戻すと 5G っていうのが、あの今まで 4G だったものが、この Wi-Fi 環境、 Wi-Fi が飛んでいないところ、無線が飛んでいないところは自動的にあのこの iPhone が頑張って、なんていうのかな、この電波を拾おうとする機能で合ってるのかなのが 5G と 4G があったんですけれども、で iPhone 12を使うようになってから 5G っていうのが出るようになって、あのすごい早いんですけど、たまになんだろう、混雑して遅くなるみたいな。でなんかこれもう一個面白いのが、なんか場所によって 4G のところと 5G を新たに導入している、まあ、地域というか市町村のところがありまして、なんかあの宜野湾とから辺を車で通っている時にパッと見たら 4G だったのに、那覇に来たら 5G みたいなそんな面白い現象がちょこちょこありました。でもやっぱり、うん、このネットを使っている人がやっぱ多ければちょっと遅くなるし、そんなにってじゃないけど、あのたくさん、本当にたくさんっていうほどではないところとかはちょっと早くなるのかなって勝手に思っています。だから、うん、もうね、なんかやっぱり早いなっていうのはあるので、やっぱりありがたいんですけれども、ね、うん、なんかこれ 4G とか 5G とかでもやっぱり携帯の代金が変わったりして、基本料金じゃない、この通信料金が変わったりしてしまうので、うんって思っています。まあまあ、でもせっかく新しく買い替えたので、あ、そう、これ衝撃とかちょっと防水も少しあるので、それも買った決め手なんですけれども、しょっちゅうあの携帯落とすのでねで、なんならしょっちゅうあの水ぽちゃとかはないんですけど、雨の中ちょっとなんていうの、この携帯を裸体にしたまま走ってしまうみたいなこともよくあるので、まあこれにしたんですけれども、やっぱり、うん、画面が綺麗ですね。だから写真撮りたい時とか、ちょっと遠いものを撮りたい時とか、めっちゃビーって大きくしてから撮ったりしてます。あとあの携帯電話、あと一個カメラの使い方、あ、やべ、これ使えるって思ったのが、私あの蜂がすごく苦手で、なんだっけ、アシナガバチじゃなくてスズメバチと本当に見た瞬間逃げるくらいに苦手なんですけど、もうこの機能のおかげで、あれもしかしてっていうことが一回あったんですね。家の近くで
もうスズメバチ2匹くらい、らしきものを2匹くらい見つけてしまって、もうちょっと近づくの怖すぎたのでカメラを取り出して、あのこのレンズを合わせてめっちゃ高倍率にしてみたら、やっぱりアシナガバチだったみたいな。もう速攻ちょっと家の中にいる家族にお願いして殺虫スプレーでビーってやってもらったんですけれど、そういうこともあってやっぱカメラの画質がいいのっていいなみたいな思いました。あと、あそう、あとなんかその前使ってた8とかではもう完璧に諦めてたこの月の撮影とか、あ月綺麗だなとか星綺麗だなって思った時にやっぱりシャッター切りたくなっちゃうじゃないですか。そういう時にあもう8だったらどんだけ写してもなんか点みたいな白い点みたいな感じでちょっと諦めてたんですけど、このいつだったかな、2週間前とかくらいに、まあ、三日月の時に三日月だ綺麗と思って、あそう本当におぼろ月夜みたいになってた、ちょっと雲がかかって幻想的になってた時に、あこれ写したいと思って、いや写してみたらギリ三日月に見えたんですよ。だからよっしゃーと思ってもうそこをインスタに上げましてっていう使い方とかをしたりしています。だから、まあ、結構高かったではあるんですけどね、ちょっと高額だったんですけど、やっぱり変えてよかったなっては思いましたね。あと、まあ、他の事情を言ったらちょっとアプリが固まったりっていうのがちょこちょこあったので、あこれやばいと思って替え時だと思って変えたっていうのもあるんですけど、本当に変えてよかったなって思います。私あんまりアプリを駆使してみたいなことができないんですけど、カメラはもう全力でめっちゃバシャバシャ撮りまくろうかなと思ったりしています。っていう私の、まあ、近況ではないんですけど、まあ、6月頭くらいに実際は変えてるんですけど、まあ、近況ちゃ近況をお話しして今日は終わりたいと思います。FM Naha. Your radio station.コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はそろそろお別れの時間になってしまいました。ちょっとでかかったですねはい、今週はそろそろお別れの時間になってしまいました、今日はライアットキング、もう7月ずっとずっとご紹介し続けてきたライアットキングの、まあ、無事公演終わりましたっていう報告と、私出てもいないし関係してもいないんですけど、無事終わったみたいですよっていう報告と、その公演とのオンライン配信が8月1日から8日の間やっていますということで、ぜひぜひ見てくださいっていうことと、後半は私が新しく携帯を変えてカメラでめっちゃ助かったことっていう話をやったんですけれども、そうですね、っていう話をしまして、やっぱりライアットキング、この今の社会の中で作品をできるって本当にすごいなと思いますし、本当にね、沖縄だけじゃなくて本当に何て言うのかな、中心区東京とか大阪とか、まあ、他の人口多いところも少ないところも多い少ないに関わらず、
この中作品をやるっていうのは相当の精神力と覚悟とパワーが必要だと思いますので、そういうのを作って、そういう場を作ってくれる人たちに本当に感謝しなきゃいけないなって思いました。はい、私ももしなんか出れるものとか出れる作品とかがあったらご紹介しますので、はい、その時はぜひ見に来てください、はい、ということで、コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はそろそろ終わりの挨拶にしようと思います。この番組はラジオ FM 那覇 78.0MHz、 リスラジ、そして YouTube の FM 那覇のチャンネルより配信しております。ご質問やご意見ご感想などがありましたら780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までよろしくお願いします。ではでは、コメスクニコのミュージカルインザライフ、今週はこの時間でおいとまいたします。お相手は私、コメスクニコでした。 Thank you for listening. Good night and sweet dreams. 君が愛し